ハイライト速攻について説明したいと思います。ハイライト速攻は D810 から入った新しい機能です。まず見ていただきたいのはこの800の方の今までのカメラですね。オートで舞台など、まあ、ダンスなんかもそうですけど撮った場合、背景が特に暗い場合はオートで撮ってしまうと背景の暗さに露出が取られて、実際撮りたい人物がこのように露出オーバーになってしまうんですね。ですから、まあ、人物が真ん中にいようが端にいようがどこにいようが結局背景が暗いと露出オーバーになってしまったんです。ところが今回の D810 のハイライト速攻に速攻モードをすると、人物のところを速攻して露出を決めてくれます。オートです。ですから舞台のどこもしくは画面のどこに人物がいても背景にとらわれることなく白飛びのしない非常に安定した画像が撮ることができます。では実際にこれが今舞台で説明しましたが、外ではどのように使えるかというのがこちらになります。2つの画像がありますが、どちらも810で絞り優先オートで撮っています。ただし速攻モードは旧来のマルチパターン速攻と、それから今回のハイライト速攻の2種類で撮っています。まずマルチパターン速攻で D810 絞り優先オートで撮るとこのような画像になります。まあ、花びらも含めて背景も含めて、まあ、一見綺麗に良さげに見えてますが、実は白飛び表示を出すと花びらが露出オーバーになっています。まあ、オートで綺麗に撮れる、そしてパソコンの画面で見ても何ら違和感がない。ですが実はこの白飛び表示って実際に出してよく画像を確認していただきたいんですね。実際このマルチパターンで撮りますとこのように花びらが露出オーバーになってますので、これをプリントした時にここの部分の色が出ません。でこれがハイライト速攻を使うと、ハイライト速攻ですからこの花びらの明るいところの色がしっかり撮れてます。ハイライト速攻で撮影するともちろん花びらのデータはしっかり残るんですが、シャドウ部が少し暗くなる傾向があります。これはキャプチャー NXD を使ってシャドウを補正する部分がありますので、このシャドウ補正を使って明るくしていただければ見た通りの絵が得られます。